今日は8月11日、天気的にもう今日が最後ということで、軽井沢にランチツーリング行っていきたいと思います。ランチツーリングに行くにはエネルギーが必要ということで、まずはミニストップのミニチキ。いやー、朝のレッドブルうまい。マスミちゃん、あのテールはなんだ、わかんねえな。右後ろの白いのは多分ドゥカティだと思うんだけど、左のテール、あの形なんか見たことないのと、あと多分レーシングスーツ着てると思うんだけど、あの骸骨すごいね。骸骨なのかな、わかんないけど、めちゃくちゃ目立つな。で、背中のコブは旭日旗になってるから、なんかもう目立ち度抜群って感じだね。いや、ちょっと面白いな。三河からのパーティーだね。いや、なんかこんなテラスができたんだね。いや、めちゃめちゃ綺麗だわ。今からあっちに見える感じかな、ヴィーナスライン登って車山高原と美ヶ原、あっちの方に行きたいと思います。このスタバのテラス席もかなりいい感じです。今ね、ちょうど8時、今8時半なんで、軽井沢に12時は多分着くかな。とりあえずヴィーナスライン経由していきたいと思います。もうすぐで美ヶ原。いやー、気持ちいいよ。これはこれぞツーリングの醍醐味ですよ。いやー、気持ちいい。着きました。今日は一旦停止の取り締まりやってないね。いやー、気持ちいいねこれ。今時刻は9時半っていうことで、結構バイクも集まってきてて、まだ駐車場は余裕あるかなっていう感じで、ちょっと空いてるね。さあ、ソフトクリームあるか、何か食いたいよね。生乳ソフトクリームだって。これはさ、こっちとこっちとどっちのソフトクリームがうまいんだ。いつもこっちで食ってるからこっちで買うか。はいはい。これぐらいが普通盛りで、はい、もし食べれるならサービスでちょっと。あ、マジですか、サービスしてくれるんですか。まさらしな。あの 1.5 倍ぐらいでお願いします。ちょいちょいぐらいでいいです。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いただきます。ちょっと 1.5 倍でサービスしていただきました。やった。うん、うますぎちゃん。すごいめちゃくちゃ気さくな、いい感じの、あのフレンドリーなスタッフさんで、あのすぐ2倍もできますよとかって言ってくれたんだけど、ちょっと2倍はね、この後あのハンバーガーを沢村で食べる予定なんで、ちょっと少なめにしときました。うん、ツーリングといったらソフトクリームでしょ。めっちゃ涼しい。あ、やばい、溶けてきた。霧ヶ峰を出て、これから美ヶ原に向かいたいと思います。いや、めちゃくちゃいい景色だ。超絶景。さっき会った人たちだな。中央道で午前中見たチーム三河だったぞ今。すげえな、行き先同じだったとは。あ、確か長野道で分かれたんだよな。いやー、いい
い景色が来ました。いやー、この緑がマジですごいね。これぞビーナスラインの醍醐味って感じ。これはなかなかカルストにもない感じじゃない。これこの緑全面の絨毯、いやーいいねー。ケツの痛みも吹っ飛ぶわ。いやー空飛べそう。美しすぎちゃん。限界でしょ。ちょっと雲海見えるんじゃね、これ。すげえ、なんか神秘的。おお、すげえですな。美しヶ原のちょっと違うとこ到着。いやーめちゃめちゃいい景色。なんかこの雲がさ、ちょっと下にあって、なんかすごい神秘的だよね。いやめっちゃいいわこれ。この152号線に出てここを左折するのって、関東に帰るときはこのルートをよく使ってたんだけど、なんかそれを思い出すね。中軽井沢から軽井沢駅方面に向かってます。もうなんか軽井沢感がもうかなり出てきたな。なんか別荘がいっぱいって感じ。やっほー。いやーもうこの辺とかね、絶対高級別荘地だよね。なんかもうシャンティーな建物しかない。すげえわ。シェ様、シェってなんなん。ちょっと伸ばしたシェやん。シェってシェフのこと。到着。すげえ混んでんな。いやおしゃれな店ばっか。ウィーコム終了します。ベーカリー沢村到着。到着したはいいんだけどね、めちゃ昼のいい時間帯で、まあめっちゃ激ゴミです。そんなね、次の予定詰まってるわけじゃないんで、ゆっくり外で食べたいと思います。お待たせしました。はい、はい、お2階のテラスです。はい、いいです。はい、お2階だそうです。お2階テラスお客さんお願いします。はい、ありがとうございます。すんげえボリューム530g。
入れるのかな。めちゃめちゃうまそう。いただきます。ボリューム、いやー、ベッカリー沢村の沢村バーガーうまかった。もうなんか炭火焼きの肉厚ビーフがボリューム満点すぎて腹超絶パンパンなんだけど、いやポテトだろって話もあるんだが、とりあえずあそこ行ったの2回目なんだけど、1回目うまかったのが忘れらんなくて、今回日帰りでちょっとランチツーリングっていうことでもう一回食ったんですが、やっぱりうめえことに間違いございません。軽井沢行くときはね、ベーカリー沢村めちゃくちゃおすすめですんで、もし機会があれば行ってみてください。すげえ足してたな今の人。ということで今日の目的はランチを食べることなので、あとは無事故無違反で名古屋に帰るのみという感じですね。今40号線を南に向かって白樺湖の方かなに向かってます。いやー、なかなかここも綺麗な道で気持ちいいね。この白樺並木がいい感じです。癒される。なんかもうちょい言葉ねえのかな俺。いやー、元ブログ難しい。白樺湖に到着。ちょっとね、曲がるところを間違えて白樺湖来る予定ではなかったんだけど、白樺湖に着きました。そしてもうケツがマジ死にそうということで、ひとりプチピクニック。やった。いつ野菜だ。ケツが冷て。そしてケツが痛いのでエナジーチャージ。餅食感ロール。これいただきます。マジでケツが痛い。白樺湖だね。なんか白樺湖ファミリーランドとか名前がついてるところで、こんな野郎一匹カメラ相手になんかピチクパチク喋って何やっとんねんって感じだよね。あー、カメラが終わる、電池が終わる。ローソンの餅食感ロール結構でかいよ。赤ちゃん一口ぐらいあるんじゃない。行くよ。とうわうわ、すげえ争奪戦、一気に爆食いされた。こんな遊びをやってる38歳です。うますぎちゃん、めっちゃ口開けてんだけど。開けすぎでしょ。ちょうど朝9時半頃かな、ちょうど今見えてるあの辺りのスタバでなんかちょろちょろなんかやってたんですが、楽しい一日でした。こうね、今どうだ、300、400キロ、500キロぐらいしたのかな。だいぶケツがね、もうめちゃくちゃ痛いです。一番面白かったのは、あの、コイがめちゃくちゃパクパク開けてて、なんか見てはいけない穴を見ちゃったみたいなね。あれがちょっと個人的には印象に残ってる。まあ、あの、沢村バーガーもめちゃくちゃうまいのは間違いないんだけど、普段ね、トリオで鈴鹿をバリバリ走らしてるバイクで普通にツーリングに行けちゃうっていう、この、いい意味での違和感、やっぱりすごいね。あのサーキットマシンでツーリングに何もせずに行けるって言うんだからね、それはやっぱすごいなっていう感じです。今ちょうど7時ぐらいかなだと思うんですけど、まあ、こんな感じでいい夕焼けも見えて大満足の一日でございました。本日もご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ゴボネチ、よいしょ。エアコマネチ初じゃね。